さて、イギリスに入国して2日目ですけれども、早速届きました。さあ、どんな感じなんでしょうね。なんか2つ入ってる。なんかドキドキするね。なんだろう。なんだろうって PCR テストのキットなんですけどね。まあ、これで万が一陽性だった場合、ポジティブだった場合は、そのまま隔離を継続して10日間、そのまま予定通り隔離をするということなんで、隔離されるということなんですけども、まあ、自己隔離ですけどね。こんな感じですね。中に、この試験したものを入れるための容器、なんか液体が入ってますね。おなじみの鼻とね、喉に入れる棒ですね。COVID-19 ホームテストインストラクションズ、説明書ですね。ホームテストのための説明書。そして、このバッグに入れて、このシールで閉じろってことですね。わかりやすい。これが2回分が入ってるのかな？あ、そういうこと？私は、てっきり2日目と8日目にそれぞれ郵送されてくるのかなと思ったら、違いますね。あはは、2回分。2日目と8日？ 2 回分のテストが、テストのための容器が入ってました、一式。この2回分のホームテストキットを予約して注文するのに210ポンドかかってますからね。早速やるということですけど、説明書を読んでね、やっていきます。さあ、じゃあね、ちょっと緊張しますけどね、やっていきましょう。よし。いきますよ。これをね、こう開けます。で、この先端を他のところに絶対に触れてはいけないということです。ああ、この喉いったやつをね、鼻で行くんですよ、また。いきます。こんなもんでしょうか。こんなのでも適当にやる人いるんじゃないかな。これでおしまいです。やっちゃえばあっという間ですけどね。これね、適当にやる人とかいるんじゃないかな。陽性を避けるためにね、適当にやる人も中にはいるんじゃないかなと思うんですけどね。まあでもね、これであっという間に終わりました。これを、この送られてきたね、返信用のパックに入れると。これを取る。で、空気を。ああ、あっという間でしょう。終了です。あとはこれで陰性が証明されれば、もうその結果を受け取り次第隔離終了ということで、外出をすることができます。それを得るまでは、もしくは10日を経るまでは、外出は基本絶対的に禁止されてるんですね。だから買い物とか、ちょっと外出るとか、もう基本ダメなんですよ。それでもし警察に職務質問とかされて取り締まられてしまうと、1万ポンドぐらい罰金を払わなければいけなくなってしまうという恐ろしい 規制がね。とにかくもう理屈抜き。違反したら罰金。ルールに即さなければ罰金。
もうイギリスはシンプルですね。ということです。これは変装用のケースです。これは？あ、折り目があるからね。え？できました。あとは結果待ちです。これね、変装、これそのまま出すことが出してね、終わりだと思いますので、はい、以上でしょうか。終わりです。あとは結果待ち。